ここまで来てやったぜ。箱舟の出口に案内しろ。クオリアってのはその後だ。ユタはどうしたのですか。私たちの道を譲ってくれました。嘘。あいつの気持ちも分かってやろう。あんた親なんだろ。あの子が私に逆らったことなど一度もなかった。ありえない。信じられない。ユタは最後まであなたを愛していました。お前たちのせいで全ての計画が狂っていく。その覚悟もないくせに中途半端に正義や愛を語る。忌まわしい。邪魔だ。邪魔だ。あなた方の細胞の活動を弱めました。劣勢の時は傷の再生を許します。顔の区別がつかなくなるくらいたっぷりと切り刻んであげる。タイミングは分かってるな。変化を好む疾風よ。力ずくで引き裂いてあげる。さあ行きましょう。築地市。オーガー、この程度。テイン、あなたは間違っている。さあ行きましょう。吠えろ、築地市。オーガー、食らうかよ。クオリアを滅ぼさない限り世界に安息は訪れない。そのためにはユタを育てることが一番だった。結果的にはそれがあなたたち先住民のためにもなるのよ。けれどテイヤはそれを許さない。私はいつまで産み落とし続ければいいの。私の子供たちはいつまでテイヤの子供の犠牲になり続ければいいの。タイミングは分かってるな。もう終わりにしましょう。同じ女としてあなたの気持ちが分からないわけじゃない。だがお前は一線を越えてしまった。
悪いな。もうあんたじゃ俺たちには勝てない。そうか、私にはまだ覚悟が足りなかったんだ。もうこんな脆弱な体はいらない。こんな体が残っているから心を捨てきれないんだ。前へ、もっと前へ。すべては子供。何なんだよこいつは。そんな嘘よ、嘘だと言って。なんてことしやがる。お父さん、お母さん。リーマティ、この血って、俺がこの手ですぐに楽にしてやるからな。俺たちなら。燃え尽きろ。焼けるよ。痛い。まだだ。俺たちなら。捕らえた。まだだ。この流れ変えてやる。オムが待ってるの。だから倒れるわけにはいかない。傷がすぐに再生してしまう。これじゃ致命傷が与えられない。何か手はあるはずだ。諦めるな。その間に。
少しでも。よし、いてつけ。焼けるように痛い。この程度の傷。オムが待ってるの。だから倒れるわけにはいかない。少しでも。間に合った。吠えろ、突き出し。この程度の傷。早く傷を癒した方が良さそうね。はっ、うん、永遠をもたらす霊気よ。焼けるように痛い。やられる前に叩く。オムが待ってるの。だから倒れるわけにはいつ。少しでも。こんな傷大したことねえ。で、あ、立ちふさがるのであれば。オムが待ってるの。だから倒れるわけにはいかない。今のうちに。はっ、早く頼む。言っとくが手加減なんかできねえからな。この間合いなら。再生の力よ。ここからよ。やられる前に叩く。
オムが待ってるの。だから倒れるわけにはいかない。少しでも。こんな傷大したことねえ。百円の獅子よ。なめるな。この流れ変えてやる。オムが待ってるの。だから倒れるわけにはいかない。少しでも。間に合った。吠えろ月獅子。焼き入る。痛い。やられる前に叩く。お父さん、お母さん、私に戦う勇気を。少しでも。これならいける。でゃあ、よし、食らうかよ。一徳が手加減なんかできねえからな。援護するわ。死を司る炎よ。おい、聞こえてるか。オムが笑顔を見せてくれたんだぜ。すっげえ可愛かった。私たちはもう大丈夫。自分たちの足で歩いていける。だから安心していいからね。お父さん、お母さん。あんたらの思い受け止めたぜ。原初の扉を開放しました。早くホームに戻りなさい。この声は。行くぞ。今生きなきゃ何もかもが無駄になる。オムの元に戻るぞ。
でも…バーティ、分かったわ、行きましょう。今までありがとう、そしてさようなら。